皆、ネイ原子力発電所は、中華人民共和国小北省皆、ネイ市、通り山県大、鎮で建設が計画される原子力発電所。大原子力発電所とも呼ばれる。4基の1250メガワット級の AP1000 型炉が設置される計画である。発電所は中国では初の内陸原発であり、海には接していない。 不水河の貯水池から水を取り入れ冷却水などとして利用することが見込まれている。発電所は中国広角集団と湖北の研修の合弁企業であるみな、ネイカ格電有限工師が保有している。AP1000 型炉建設の費用は600億人民元ほどとされている。発電所での作業は2010年に開始し、2011年に建設が始められ。 2015年に完成する予定であった。2011年の日本の原子力発電所事故以降、洪水の際の発電所の安全性などで発電所の建設の延期の可能性があった。その後2011年から2015年にかけての期間は内陸での原発建設を進めない方針となり、建設の承認が得られないため計画は進展しないとされる。みな ネイカク電友原講師は引き続き早期の計画の推進に向けて活動している。ありがとうございます。